フォード・スターリングはアメリカ合衆国の俳優、コメディアン。キーストン社を代表する俳優の一人であり、キーストン・コップスで警察署長役を演じた、いわゆるビッグンの一人でもあった。フォード・スターリング、本名ジョージ・フォード・スティックは1882年11月2日、ウィスコンシン・州ラクロスに生まれる。子供の頃に、ジョン・ロビンソン主催のサーカス。 ビッグトップに憧れて、家出をし、入団後は、少年堂景色のとして活躍する。成長して、証券会社に就職するが、その傍らで舞台にも出続け、午前に、証券会社の仕事、午後に、アンクルトムの小屋の舞台、夜に、ジュリアス・シーザーの舞台と掛け持ちをする生活を長く、続けた。やがて実力をつけたフォードは、劇団、ボードビルを経て、 サイドウォークチャッターと呼ばれるショーを引っ下げて、ブロードウェイに進出するまでになった。1911年、フォードは映画監督 D.W. グリフィスが率いるバイオグラフ社に入社。バイオグラフ社でコメディを担当していたマック・セネットや、セネットの元で一派を形成していたメーベル・ノーマンド、ラット行動を共にして1912年夏のキーストン社の旗揚げに加わった。 旗上げしたばかりのキーストン社は、ハンクマンが考案した追いかけっこを主軸とした、スラップスティックコメディ映画のキーストンコップスシリーズが大当たりし、フォードはマンに代わって、警察署長の役を演じることとなった。1913年春、フォードと共にキーストン社で巨漢で人気を博していた、フレッド・メイスが退社し、フォードはメイスに代わるスターの座につき、 少なくとも1913年中はその地位は安泰であった。これと愛前後してメースが抜けた穴を埋めてほしいと誘われてキーストン社に入社してきたのはフレッドカーノー劇団の一員としてアメリカを巡業中のチャールズ・チャップリンであった。チャップリンのキーストン社入りの天末に関してはセネットの自伝では人気が出たフォードが引き抜かれて退社することを警戒して保険で入れたとあり。 これが転じて、フォードの後継者として入ったというのが、一般の説としてルフしている。しかし、チャップリンの伝記を表した、映画史屋のデイビッド・ロビンソンはこれにことを唱えており、保険として入ってほしいというより、辞めたスターの代わりと言って話を持ちかけた方が、説得力があったのではないかとの見解を示している。チャップリンはさておいても、この時期のフォードは、左右反対に入っていた。 サイズ14のデカ靴をトレードマークとし、大行な飛んだり跳ねたりな演技で、スターの地位を固め、フォード流の喜劇を確立していた。その影響力は、ファッティロスコアバックルをはじめとして、キーストン社のほとんどの俳優連中が模倣するほどで、あり、映画デビューまでの間に撮影の様子を見学していたチャップリンは、その光景に迫役していた。フォード自身は、 年下のチャップリンを飲み屋に誘うなどよく可愛がった。ところが、チャップリンが映画デビューを果たして間もなく、フォードはキーストン社を退社して自身のプロダクションを立ち上げた。しかし、プロダクションでの仕事はうまくいかず、このことはセネットが後日、キーストン社とのギャラ問題が暗証に乗り上げたチャップリンを説得するための脱脂として利用された。間もなく、フォードは セネットのもとに帰算する。またフォードは、この1914年に、女優のテリ・サンプソンと結婚し、自身の島で連れ添うこととなった。1920年代以降のフォードは、フェイマス・プレイヤーズ、ラスキーやファースト・ナショナル、フォックス・フィルムといったプロダクションと契約して映画に出演し続けた。1939年10月13日、フォード・スターリングは、 心臓発作により、ロサンゼルスで亡くなった。56歳没。ハリウッド記念公園墓地に埋葬されている。没後の1960年2月8日、フォードの映画界への貢献が評価されて、ハリウッド大通り6612番地に、ハリウッドウォークオブフェームの星が刻まれた。2010年には監督、主演作の一つであり、同時に、これまで未発見だった。 チャップリン出演作でもある、泥棒を捕まえる人が発見された、ザ・ギャングスターズ。電話を持つのが、フォードインターネットムービーデータベースのデータによる。ありがとうございます。